アベマプレミアム会員ならどこよりも早く K1 大阪大会が見れる。さらに安保 VS 山崎戦を木村実が解説するアベマプレミアム限定コンテンツも。第10試合スーパーファイトアンダー58キロ契約ワンマッチを行います。青コーナー170センチ、 57.8キログラム、 日本月新会チーム侍、 K1 甲子園2017アンダー55キロ王者、椿原達也。最強を倒して俺が最強になる。いや、楽しくてたまらない、そんな表情です。椿原達也。赤コーナー171センチ、 58.09グラム、 日本パワーオブドリーム K1 ワールドグランプリフェザー級王者、笑顔勇気。足立区の怪物から世界の怪物へ、第3代 K1 ワールドグランプリフェザー級チャンピオンです。リミット 57.5キロ、 最強の男笑顔勇気。K1 スーパーフェザー級王者武尊、そしてスーパーバンタム級王者武井良樹、 K1 2トップに追いつけ追い越せ、日の出の勢いの江川祐希。いよいよ2020年の戦い始めです。立ちはだかるはこちら、椿原達也、ジャパニーズドリーム in 大阪なるか。さあ第1ラウンド始まりました。赤いグローブが江川祐希です。いや、本当江川の試合目離せないですからね。あっという間に終わることありますからね。確かにそうでした、ね。パワーありますよね。ありますね。いや、警戒です。これ58キログラム契約の戦いとなります。まあ、本来のフェザーよりは少し重い階級になります。前蹴り中を取ってます。ツーボディー。マサさん、このボクシングテクニックすごいですね。いや、すごいですね。スピードありますよね。ローキックです。さあ、しかしテクニックというところでは、関根さん、椿原も対抗したいですよね。はい、いや、なかなかありますよ。前蹴りとかジャブとかいいんですよね。この距離で、距離が問題ですよ。これ椿原がこう入られちゃうと江川の距離になるんで。感じもすごい。いや、でも椿原よくこう回ってアクミドルキックが出ましたよ。そうですね。ってことは距離をしっかり取れてるってことですか。うまく離れて、まあ、マサさん相当椿原も研究してきて一つ入れましたね。うわ、すごいパンチのコンビネーション。アッパー入れましたね、椿原が。そうですね、研究しましたね。でもプレッシャーかけるのは大江川、まあ、そういう意味では関根さん、久々の試合ということも言えますよね、江川が。そうですね。いや、今のアッパーでちょっと強引に入らなくなりましたね。これもコーナーからうまく回ります。自分の右に、あー、リードのジャンプ入りましたよ。うまいですよ。うわー、パチコチョク。これ江川がボディを入れることができれば江川の距離なんですよ。こう、まあ、足を使ってボディを入れさせなければ、はい、椿原よくこうマークされたかなということです。捕まらないようにサークリングしていきますが、コーナーに追い詰めてきた。近い前、椿原もジャブと前蹴りでこう自分の距離を保ちながら戦うと、これナイスジャンプですね。今入りましたね。これが入ると絵が苦戦する可能性ありますよ。そうですか、ね。いや、関根さんやりますね、椿原。わー、これ入った。しかし左フック、うまくボディ打たせない、プッシングでうまく距離作ってますね。椿原が動かされているようにも見えますけど、しっかり対応していると。対応してますね。もちろんプレッシャー感じてる。うまい、うまい、うまいですね。ちょっと思ったよりやるなと思って。左フックですぐ飛んでます。この足使ってるからいいんですよね。コーナーにつまんないで、パワーもあります。ボディからフック、右の顔面に。さあ、残り10秒になります。第1ラウンド、左フックに対してローキック、前蹴り、ここはうまく前蹴り距離取りたいですけど、ハイキック、前蹴り流れた右、左につなげた。ふわっと第1ラウンド終了。
さあ杉江さん伺いましょう、どうでしょうか。いや、牧原が距離を、ね、取りまして笑顔を入れなかったですね。そうですね、モンスターを入れなかったですよ。山本さんどう見てますか。いやなんか3分間こんなじっくり江川選手の試合見たの久しぶりなんで、そうちょっとドキドキしちゃいましたね。あの椿原選手が2ラウンド目の江川選手どうなるんだろうって話しましたね、はい、そうですね、2ラウンド目どっちが仕掛けるのか楽しみです。ってことはあれですよ、これ1ラウンド持ってたの世界トーナメント誰もいなかったですよ。そうなんですよね。そうですね、相当な強豪ってことですよね。椿原強いってことですね。強いですね、はい。やっぱコーナーに詰まらないのがいいですね、ジャイカラが。あのサークリングうまいですよね。あとこう、たまにこう返す、攻めるパンチ。一発くらい入ったと思うんですよね。入りましたね。入りましたよね。あと蹴りも出して、ハイキック出してこうね、距離取ったり。さあ、第2ラウンドが始まります。テクニシャンですわ。テクニックありますね。さあ、中央が江川です。ちょっと思った以上に面白くなってきましたね。やっぱり武器が違う選手が噛み合うと強いですね。そうですね、研究してますよね。だから江川の入りがいいこうジャブとかでこうカウンターで、カウンターで長いですよね。関根さん、その江川選手も実は椿原選手のことはすごく評価してたんですよ、ね、あ、そうですか、実際にあの前回のクラッシュの時も江川選手を下した相手をハイキックで倒したその試合を解説してくれてたんですね。あの増本翔也選手ですね、はい、早い。今のジャブいいんですよね、あのジャブがあるから、江川が入れない、入れない、もうちょい前に入りたいんですよね、いや、よく動きます。これ捕まえきれていないという言い方ができるか、ね、捕まえられてないですね。リードジャブ、ただこれまだまだ時間あるんで、まあ、プレッシャーどん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 強めていきますから、そうなったらどうなるかですよね。ローに対してストレート椿原、青いブローが椿原、椿原の侍手数がやっぱり出るのがいいですよね、いいタイミングで打つんですよね、あのジャブが。笑顔が入ろうと思ったときにこうポーンと入るって声で、あ、今もそうですね。そうなんです、ハイキックの選手はしっかりエルボーガードしてます。エガーちょっと焦ってきましたね。そうですか、今パスコサクいざちょっと焦ると危ないですね。ローキック、あの強引に次にこう散らしていった方がいいですよね、上下に。2019年の最優秀選手が背中赤いグローブの江川です。チャンピオンとなってはこれ最初の戦いです。これノンタイトルではありますが、注目を浴びて背負っての戦い。この大会には武尊も武井も出場していません。本戦にはに追いつけ追い越せという位置に飛びますが、赤いグローブの江川、逆にその全てを持っていこうという椿原達也。ちょっと焦ってる、ちょっと強引になりすぎると危ないですよ、今江川苦笑いしましたね。小さいパンチでこっちと当てられますよ、あんまり強引いくと。なるほど、ちょっと久松さん、すごい空気になってきました。そうですね、なんかこっちまで動揺しちゃいます ね、はい、そう、まさにチャンピオンの方が動揺してる。アンパー、どこに来たの、左フックを切る、当たりません、関根さん。いや、椿原は調子いい今日、いいですね、いや、江川の攻撃が当たらなくなってきてます。まさかの、予想しなかったですね。まあ、ここでセコンド陣、古川会長がどう指示をするか、一方の決心会です。久松さん、はい、やっぱり注目が江川に集まっていたんだけど、いざ蓋を開けたらですね、いや、椿原選手の、コンディションとか技術面がすごくて、はい、ちょっと驚きますね、誰もなんかこういう予想はしてなかったと思うので。さすが高校時代から全国で鳴らしてただけはありますね。そうですね、またでも前回よりも強くなってますね。だからこう化ける時ってあるんですよね、急にカッとこう前を見た時よりも上手くなってるとか強くなってるとか。今年の7月
クラッシュで増本翔也を左ハイキックで倒して、その間2ヶ月です。まあ、試合関係2ヶ月から始まります。さあ最終ラウンド始まりました。この展開誰が予想したか、しかし面白い戦いです。背中赤いグローブがウェザー級の王者江川優輝です。3月のビッグイベントは怪我で欠場しました。昨年の圧巻の王座体感激トーナメント以来です。今大きく、さあまずは何見てきますか。こう、どうなるかとですね。ちょっと武井の、あ、ごめんなさい、江川のドキドキがちょっと伝わってきてる感じがありますね。江川からするともっともっと濃いっていう感じはあると思うんですよ。左フック、つばきからです。ちょっとした。逆に入場の時から笑顔が見えていたのがつばき原です。そうか、マスターさん、ちょっと笑顔からすると乗ってきてくれない感じもあるんです。そうなんです。うまくなんかこう、そんな逃げてばっかりいいんじゃないみたいな感じはあると思うんですよね。もっと打ってこいみたいな。なるほど。ポンと当てていなすみたいな感じの。強さは感じないけど、やりにくいっていう。確かにもらってるなって感覚があるんですよね。はい、ストレートにつなげた。こういうの今のもガードしてますけど、いいタイミングで入れてくるんですよね。セリエさん、ちょっと気持ち分かる気がしますね。いやーね、笑顔はイライラしてきますよ。あーリードの中これもありますよね。イライラ、イライラしてこの後行こうとするとトンと当てられてで強引に入っていくと思うんで、その時にカウンターをもらうと分かんないですよ。わー、膝に合わせてカウンター入れてきますからね。そうですね。サークリングします。持ってくるインド、なかなか江川チャンピオンが捕まえられません。椿原21歳、江川22歳、これ戦う戦前の予想で江川の50打ちが入る距離になったら江川の強勝ちって言ったんですけど、ここで入りますよね。スコートもちょっとできなくなった。そうなんです。やっぱこの距離だとボディ打てないですからね。これがありますね。マイゲットジャブ、いや、どんどん攻め手を始まる前に先手打っていくというのが椿原。うわー、これも逆に右入れた。結構強いパンチ入れてるな。さあ、関根さん、残り30秒になりますよ。左右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 左さあ残り時間が間もなく20秒になります。最終第3ラウンド、プレッシャーかけていくチャンピオンの初陣です。期待されています、期待が集まっています、期待を背負っています。江川です。そうか、金回りっていうことなんですね。残り10秒だ。どうなるこの戦い。膝、さあ椿原取るか、左ハンキック前蹴り、さあ完全なる椿原迷路に迷い込んでしまった。左側勇気、ジャッジは果たして、関根さんどうですか。まあ、もう一丁延長あるんじゃないですか。そうですね、有効だというところで果たしてどうだということですか。ダメージがね、はい、お互い負ってないかな。こうアマチュア競技のポイントを当ててる数とはまた違うんですね。そうなんですよね、K-1 はね、はい、いや、でも久松さん、はい、どうなりますかね。江川選手以外にこの階級あんまり勝つ相手とかいなかったので、いやびっくりですね。こういうね、やっぱりこの部下からいろいろ穴をついていくんですね。お知らせいたします。さあ延長に行くのか、ジャッジ杉村30対29、割れた。青椿原、ジャッジ可能30対30ドロー、ジャッジ西村30対28、割れた。青椿原以上、判定2対0の勝ちです。勝者青椿、下克上の底、江川優輝を下しました。ジャパニーズドリーム in 大阪。ボタンですね。じゃあ次はタイトルマッチですね。そうですよね。
や、それはそうですね。まあ、なんかこう、いや、江川と一緒、江川の椿原と一緒にすると、強さは感じてないと思うんですよ。強さは感じないけど、ただ単なんか、逃げ回られて、ポイントアウトされたっていう感じなんですね。で、椿原は鼻からこう、もうポイントでもなく、チャンピオン勝てばいいっていう感じなんですね。いや、久松さん、いかがですか？いやちょっと、なんか、それが現実なんだなっていうのが、ちょっとまだ受け入れられない感じなんですけど、でも椿原選手も本当素晴らしくて、いやちょっと最後の方でびっくりしましたね。まあ、鈴木さん、ここで勝たないと次がないっていう言い方もできますもんね。そうですよね。はい、で今度は次はあれですよ、今度は江川が対策練ってきますから。そうですね。で、江川はこの敗戦によって、また一段、こういうタイプの選手をどう攻略するかっていうのを会長と一緒に考えてきますか。まあ、やっぱり KO 勝ちのイメージが続いてたじゃないですか、はい、なのでこう倒してやろうってちょっと力みすぎてこう一発目から当てるっていう力入りすぎましたよね。2発3発目で当てるくらいのイメージじゃないと当てられなかったかもしれないですね、この選手。さあ、では椿原の声を聞きましょう。大助深海チーム侍椿原達也です。今日は応援ありがとうございました。この試合かましてもらって、もちろん大番狂わせを起こすとか言っとったけど、大きいことを自分で言ってるつもりで、すごいこの心が辛くなる時もありましたけど、今回勝ててほんまに良かったです。今回ベルトないけど、もし行けるんやったら中村さんベルト挑戦させてください。このリングの上からベルト挑戦させてくださいっていうのほんまに夢やったんで、今日言えてほんまに良かったです。この後、すごいタイトルマッチもあるんで、皆さん最後まで大阪 K1 楽しんで帰ってください。月進会3連勝やったー。おっさん、ありがとうございました。久松さん、どう聞いてましたか？いや、なんか本当に心が綺麗ですよね。なんか可愛らしいなと思います。まあ、関根さん、はい、チームで勝ったっていう気持ちもすごくあるでしょうね。決勝会はいい選手が増えましたね。そうですね。今日、和島選手も素晴らしい KO 劇でしたしね、ラーシン氏から乗ってますね、チームが。さあ、これでリミット 57.5kg、 K1 フェザー級戦線全く分からなくなってきた。本当です。